これどうすっかな。なんか懐かれてる気がするし、本当に感情ないのか。暴れると落ちちまうぞ。あ、父さん。何それ。ザガンが錬金術に失敗したんだと。意志を持たせてはいないとか言ってたけど、なんか懐かれてる気がすんだよな。やろう、消し詰めにしてやろう。な何すんだ。敵意感じたから。敵意だけで燃やすな。てか意志ねえって言ってるだろう。言っておくけど、父さんの教えだからね。何？悪魔だった頃の父さんは悪魔の中の悪魔。パパより強くて怖かったんだから。逆らうやつはみんな殴っては燃やし、殴っては燃やし。待て待て、俺秘書だったんだよな。なんでそんな大暴れしてんだよ。書類仕事で溜まった鬱憤を晴らしてたとか言ってた。そやろうじゃねえか。悪魔だからそれでいいんだよ。僕も父さんみたいになりたいからさ。ここでそいつを燃やせ。ジミー、意志ないんでしょ。ただの植物じゃん。人間様は植物だって名前つけて可愛がるんだよ。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。